て仲間を集めよ。佐治の指示に従い、弁慶と徐行は荒れ果てた。しかし見かけるのは妖魔ばかりであり、一向に仲間にできるような人。そのような状況のため、弁慶の武器集めも徐行の修行もうまくいっておら、そんな折弁慶と徐行は手取り川に差し掛かった。そこで二人は不満を一気に解消す。いい武器がなかなか集まる。弁慶殿、我らの目的は仲間を集める。徐行のくせに勝手こと言うな。お前だって強い相手と戦いたいんだろ。否定はせぬ。いい武器を持った強いやつが出てきて仲間になりゃいいんだけどな。そんな都合よく弁慶、うん、砦を襲ってるみてえだな。見過ごすことはできまい。急に救援に参ろう。こんなもんがあるなんて聞いてねえぞ。あの兵器がイオーマを倒したのか。これは合戦者。この辺りに月影殿が。自動で動くってのはすげえからくりだな。ってどんなやつがこいつを作ったんだ。月影殿とおっしゃる再演でござる。事情を話せば心強い味方となってくれるはず。次々と兵器が動き始めている。全て壊すしかないのか。そういうからくりを作るときにはよ、暴走を防ぐための仕掛けを作っておくもん。足が出る。あれなんか怪しいな。お前は俺様の心の友だからな。ありだ、勘弁してほしいぜ。ウケ、また妖魔どもかよ。あいつらも月影ってやつを探してんのか。妖魔が現れた。そんな月影殿をさらさねば。さすがの武勇、感服つかまつった。これぞ武の神髄でござろう。任せときな。何すんだ。なんと厳重な警護だ。ヒッホー、遊びに来たぜ。さあ、月影はどこだ。おい、まずいぜ。兵器は俺たちが止めちまって。お前らは
我らが武を持って孫悟空を退けん。私にお貸しいただけませんか。嫌なことは。仕組みを知りたかったのですが、残念ですね。引き分けは。ならば実力行使いたします。いい、透明な才女とお手合わせ願える。よき修行となり申そう。少々強引に過ぎたようですね。大王に負けはねえ。無礼な振る舞いをしてしまいました。ご容赦ください。いや、貴公との手合わせ、良き修行となり。俺様はやられ損だ。詫びに魔能取らせちゃってやつでもいいや。あれは気に入ったぜ。よろしいですよ、弁慶殿の武器をお貸しいただけるのであれば。諦めてねえのかよ。この品を受け取っていただき、こいつをくれてやる。